さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。2023年3月26日、日曜日生放送、3月はラスト。はい。でございます。ということで、関さん。はい。アシスタント関さん、お帰りなさい。すいません、一周お暇いただきまして。え。はい。戻ってまいりました。はい、お帰りなさい。ありがとうございます。そして松崎さん。はい、松崎勝利です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと一枚メール読みましょうかね。はい。ラジオネーム、日賀。先週松崎さんの新しい冷蔵庫、ハイセンス社製のサイコロ型冷蔵庫の件を聞いて、いても立ってもいられずメールをしてしまいました。と言いますのも、僕自身かれこれ5年ほど前から松崎さんのと同じサイコロ型冷蔵庫を愛用しており、とにかくその魅力をお伝えせねばと老婆心ながら筆を取った次第でございます。ね、あのホテルのビジネスホテルに置いてあるような感じの冷蔵庫ですよね。はい、あのベッドの横に置くような、ような冷蔵庫、はいはい、サイコロ型の冷蔵庫、はい、放送ではお時間も限られていると思いますので、サイコロ型冷蔵庫が一番良かったと思った点と、なんだよこれとげんなりした点2点お伝えしたいと思います。はい、まず良かったと思ったことは、冷蔵庫の性質上キャパが小さいので無駄な買いだめや食材を買い込むことなく使い切る習慣ができたという点です。はい。げんなりしたことは、食材をきっちり収納していたことを忘れ、帰りに半額のお寿司を買ってしまい、それを収めるときにお寿司を縦に入れざるを入れざるを得なくなってなってしまったときです。とにかく冷蔵庫の中の状態を把握しながら買い物をする能力が求められますと。なるほど。ということでございますね。なるほど。まあ、ジョジョのね、能力であったらいいな、そういうのかな。自分家の冷蔵庫の中身が把握できる。いや、ハズレじゃないかな。能力で。まあ、ワンピースとかね、見え見えの、冷蔵庫の中、見え見えの身を。いや、そんなのいらない。冷蔵庫の中。泳げなくなる方が嫌です。まあ、そういうことなんですけど、うん、今日西堀の、はい、やってる YouTube の方で松崎さん家の家に冷蔵庫を搬入するというね、はい、ね、あの取り付けるという YouTube、はい、今日上がってました、アップしてました、はいはい、どうですか、冷蔵庫を買いましたけども、はいはい、家に置いてみて最高ですね、最高、最高です。冷蔵庫の魅力を教えてください。わあ、あのまず、うん、飲み物が冷やせるんですよ。はい。あと、うん、あの、バターが買えるんですね。いや、バターは。冷たいまま保存できる。はい。冷蔵庫ないとバターダメになっちゃいますから。そうなんですか。はい。まあ、これはモテ、はい。確かにバターを素で置いてたことないな。そうですね。生まれた頃方、バターを普通に外に置いてたことないわ。はい、そうだ、冷蔵庫いるんだな、あれ。そうなんですよ。そして氷も作れる。氷が作れる。はい。冷たい。はい、冷たかったまあ、だからこれね、ちょっと様子はまた YouTube 見ていただくということなんですけども、はい、ちょっと、はい、本番前に、はい、関さんと松崎くんがお話をしておりましたけども、はいはい、ちょっとね、また関さん、はい、松崎くんに引っ越し祝い買わなきゃいけないかもしれないですね。いや、これはちょっと本当に、はい、もうむしろこっちから買わせてくれと。早く買わせてくれと。はい、ちょっとまた驚愕だったんですけども、はい、以前多分このラジオ番組で、松崎さんがですね、拾ったメガネをかけているという。はい。で、拾ったメガネに、はい、視力を合わせてるという。はい。今かけているメガネです。それを聞いて、で、目調子悪くないのって言ったら、でもまたメガネ変えたんでって言ってたんで、買ったんだと思ったら、新しいのを拾ったと。はい。拾ったメガネが壊れて、また新しいメガネを拾ったと。はい。で、またドア関係ないと。はい。また合わせに行ってんだよね。合わせてそうです。どこで拾ったの？お前それさ、はい、盗んだんじゃないの？違います、違います。すんの怖いんですよ、こいつに。どこでとかとか。本当に拾ったんです。拾ったって言ったってさ、お前。はい、いや、拾ったというか、忘れ、うん、バイト先の忘れ物で、うん、カラオケボックスのバイトで、はいはい、で、忘れ物、ドツキのメガネなんて取りに来るだろうと思ってずっと保管してたんですけど、何年も置いてたやつね、はい、うんうん、そしたらずっと取りに来ないから、うん、それもう許可を得て、うん、店の、うん、もらっていいですかっていうことで、
じゃあどうぞということでいただいた。まあだから、はい、まあ、まあ半ばまあちょっと借りてるっていうような状態だな今な。まあそうですね。本当の落とし主が現れたらもう返す。気はある。はい、もちろんです。いやでも、そ視力さ、はい、どうなってるの？人のどうなるんですか？拾ったメガネにばっかり視力合わせてるとさ、はい、いやどうなんの？いや、僕も視力のアイデンティティがないんで。だからちょっと席とさ、はい、ちょっと、はい、安い、今メガネ安いだろ、だって5000円6000円で買えますよ本当に。ちょっと席にちょっと暇な時メガネ屋連れてってもらって、はい、まず視力測ってこいお前。気になりますよねそんなやつの視力。Release so much stress now at the right program。こんばんは、太田プロの真珠広島軍団怪談児軍人ロックスター有吉弘行です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー、今月アシスタント改めまして、はい、タイムマシン3号関です。松崎勝利です。はい、冷蔵庫よろしくお願いしますね、はい、可愛がってあげてくださいね。本当にありがとうございます、大切にします。そしてメガネの方もちょっと関さん、いや本当に前向きにこれは、はい、早急に関の今かけてるメガネをもらうっていうわけにいかないの？でもいいですよ。いや怖いんですよこいつ使ってないメガネでもみたいなこと言うんですよなんかすっごい嫌なんです自分の胴を使われることがでなんか松崎はさ、はい、このメガネプラス、はい、レンズだけも持ってんだよレンズだけみんな想像できないですよ多分この話レンズだけも持ってんだよな。そうだそう、レンズだけも落ちてきたんですよメガネケースにレンズだけ2個入ってたんですよこいつ一丁前に。何それって言ったら、で全部ドア違う、全部違うんです。怖い怖い怖い。一旦ブレイクしよう。ステイナイトドリーマーライブオンエア。Sunday night dreamer。さあ有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今月アシスタント何回目でしょうか、お二人名前を。はい、タイマシーさん号関です。松崎勝利です。一切ボケないね。しかしあら、えすいません、ビッグチャンスを逃しました。本当に定型文しか食えず申し訳ない。いや、とんでもない。こちらこそ力不足。いや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 、力どうこうの話じゃないんで、はい、ここでボケるという頭が全くなかったそうですね、はい、今ギョッとしました。生放送、はい、メール募集しておきましょう。WBC ワールドベースボールクラシックがありました。優勝しました。世界一になりましたので、はい、テーマこちら、世界一、あなたの周りの世界一を教えてください。生産量世界一、世界一と言われている朝食を食べた、世界一の大きさでギネス申請されている、世界一小さい冷蔵庫を使ってます何でもいいです、世界一にまつわることを教えてください。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すればだいたい一番上に出てきます。はい、まあ関さんなんかは、はい、群馬のね、はい、山の中に育ってますし、田舎ですね。まあちょっと世間的に言う、まあ北関東ですよね。そうですね、うん、北関東っていうのはまあ未だにヤンキーがまあいるというねちょっと全体的に今見たら多いです ねやっぱり、はい、意外とまだいるというような文化があったりするような北関東でございます、うん、はい、それとは全くまあちょっと似たような話ですけどね、はい、昨日ね、はい、原宿にね、原宿の交差点のところにね、はい、大宮ナンバーなんですけど、お、はいはいはい、バンバン、うん、はい、車バン、はい、で独自の色に塗ってまして、お、なるほど、独自の色に塗ってて、まあ、よくわかんないんだけど、多分応援されている、応援しているアーティストのシール貼ってる車、うんうん、なあ、香ばしいですね、ね、はい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 、なよくわからない、応援しているアーティストの方のステッカーを貼られてて、はい、オリジナルの色に塗られた
版まあありますね。でそれでエンジンが、はい、ボーンボーン、はい、ね、なぜか原宿走ってたんですけど、はい、みんなクスクス笑ってました。いやそんなそう言わない、言ってください、原宿行くからダメだよな。そういう車に乗った、はい、エンジンバフーンっていう車に乗ってる人、はい、原宿に買うもんないから来るな。いやいや分からない。それ買わせてあげてください。ないよ。原宿はよく行きましたね。その人は多分かっこいいと思って乗ってんね、それ。いや、まあ、お金もかかってますよね、うん、きっと普通の車より。なんか、はい、けなげだった。けなげ。いや素晴らしい。そんな風に思っちゃいました。まあ一途に強引な割り込みを繰り返して車線変更。いやそれはバーン。ああそれはちょっと、はい、みんなクスクス笑ってるのも知らずに。うわー、裸の王様かわいそうだなと思いました。まあそうですね、誰か言ってあげる人がいるといいんですけども、うんうん、ご注意くださいそういう方。そうですね、これを聞いてる、まあ、関さんもねちょっとか、はい、そうやって今はねちょっと、まあ、ここにつながるんですけど、いや、はい、関さんも、まあはい、今の話ちょっと笑って香ばしいななんて。いやすいません顔してました。そうでした、はい、ね、和崎君、はい、ね、関さんといえば、はい、時代遅れのビッグスクーター。いやその、ね、今でこそですよ、ビッグスクーターに乗って、はい、スピーカーを改造してつけて、スピーカーつけてました、はい、大きな音で曲を聴いてらっしゃいましたね。もっと自分しか聞こえないぐらいのちっちゃい音で、単発の、はい、単発で横刈り上げたサングラスの人たちの歌を 大音量で。もうエグザイルって言ってくださいよ。そんな良くないものみたいな言い方して、濁して濁して悪く感じるじゃないですか。いやでもエグザイルに悪いなと思った。ずっとこれ聞いてないって言ってますからね。関が聞いてるなんて言ったらさ。いやそんなの聞いてないですって俺。だから、はい、ちょっとね、まあ、笑い、いやそれがやっぱりちょっと、はい、北関東イズムなのかなと思ってさ。いや抜けないんだよこれって、結構意外と。まあそっかな、あるのかな、ヤンキー文化っていうね。まあでもやっぱモテるやつらはヤンキーってのありましたから、どうしても地方地方でね、うん、はいはい、これだけその松崎みたいなね、はい、まあ松崎みたいな人間がね、はい、今のこの IT 革命によって力を持ったわけよ。おで今やもうヤンキーをね、いじめられてたヤンキーを殲滅するべく、はい、ね、はい、そいつらをいじめてるわけよ。そんなことないですけど、ネットでね、まあ、ちょっとネットで牧陽子さんもね、はい、いやいや火あぶりにして、そんなこと魔女狩りのようにしてましたけども、いやいやそれはね、その時それと同じようにヤンキーを殲滅するべく活動を続けてるわけ、はいはい、活動はしてないんです僕は。そうなの、そのね、はい、そのやっぱり殲滅作戦の中で、ね、まだヤンキー文化というのは根強く、はい、そうですね、生き残ってるんですよね。うん、まあ、そうかもしれません、はい、そして関さんもこう見えてヤンキーイズムの継承者、イズムというか、なるほど、音楽好きとしての音楽好き、ビッグスクーターで大音量でエグザイルを流すという、なんていうの、イズムの、イズムというか、いや叩き上げですよ、僕の気持ちでやりましたから、その継承してるわけじゃなく、つけますかって言われて、それだから原宿にね、はい、すごい色のバンでね、はい、アーティストの写真、アーティストのシール貼って、はい、大きなエンジン音で割り込みを繰り返すね、はい、人をね、笑えないだろお前。すいません、自分のことやっぱ棚にあげちゃうもんで。そんなバイクも乗ってましたし、気をつけます自分の発言には。でももう今やね、もう今は、はい、ビッグスクーターじゃないんで、もう卒業しました。やっと当時流行ったやろビッグスクーター。でもな、今ない、減った ね、 ないね、あれなんだろう、ね、なんで減ったの、だってあれめっちゃ便利じゃん。いやそうなんですよ、大きいですし、ギアチェンジもいらないし、でもやっぱりブームで増えたものは、なんかブームが過ぎると去っていくというか、ちょっとやっぱりあれおしゃれで乗ってる人たちが多かったんだな、やっぱりだからな、その当時はイケイケでギャル乗せてみたいな多かったんですけど、有吉さんのこうそういう発言が少しずつじりじりと身を結んで、いや、まあのみならずですよ、たくさんの方のそういうちょっとした言葉がじりじりと削ってたといいますか、いつしか乗ったらちょっとみたいな空気が世の中に。ダサいんだ。いや、そのビッグスクーターがダサいんじゃなくてさ、はいはいはい、
それ乗ってる人たちの乗り方っていうかさ、なるほど、その大音量でバイクなのに大音量で音を流すとか、はい、あのそうですね、地面を青に光らせるとか、はい、なんで地面を青色に光らせるのか、自分のバイクを青色に光らせるのは分かるけどさ、はいはい、道路を青色に光らせる、道路を青色というか、そしてもう大胆にあんなでかいバイクなのにもう自転車のごとくの感覚で横をグッと割り込んできたり、いやそうです、ええ、オラオラの感じ、そういうところをやっぱりちょっとね、私は気に入らないなというので、まあ、なるほど、一部そういう方がイメージを殲滅運動をしてしてないじゃないですか、俺もじゃねえ身を結んできましたよちゃんとこっち側でしたそっち側では絶対ないよふざけんなよ、えふざけんなよ、殲滅する側だと思ってたら違ったYouTube でお前んち見たけどめっちゃ綺麗になってたなお前んち、あそうですね、はい、確かに前のお化け屋敷みたいな木造じゃもうないんだなそうです、はい、あの鉄筋コンクリート、鉄筋だなあれ確実に、はい、に棚もあの関さんからいただいた棚も設置して、あれ絶対汚すなよ、はい、うん、ああ家、はい、頑張ります、頑張りますじゃないんだよ、はい、いつも、はい、いつもお前は何年言っても分かんないな、はい、汚しませんだろ、はい、逃げ道を頑張りますじゃないんだよ、なんで自分で自分に逃げ道作るんだよ今日のザ・ノンフィクションのレストラン大宮に出てくる若い子かよお前、いやそんな僕みたいなやつだったんですか、言い訳ばっかするんですか、いやなんか料理のことが嫌いになりそうなんでちょっとやめます、わあ嫌いになりそうって何なの大宮さんがびっくりしてたよそれと一緒だ、今時の若い子はすぐ変な理由つけるなよ、はいはい、汚しません、お頼むな、はい、なんかいくつだっけ、今年40です、22だよ言ってること、発言が頼むよ、ラジオのカッペン FM 滋賀、サイコロ型冷蔵庫ユーザーでした、はい、隅に氷を作るスペースがあると思いますが、冷えすぎるとあそこから氷の塊が出てきてスペースが浸食してきます、あ気をつけてください、なるほど、なんかさ、はい、お前が甘、まあ、いよ、もう一枚読むわ、ラジオのレタスサンド FM 栃木、松崎さん、僕もサイコロ型冷蔵庫を使ってたことがありますが、霜取りには注意してください、うんうん、冷蔵庫の奥に氷ができますが無理やり剥がそうとすると氷と一緒に内部のコードがちぎれて冷蔵庫が壊れた、わあ、だから霜取りもうまめにしてないと、なるほど、すごい雪山みたいになるんだ、氷山みたいになるんだ霜が、はい、そうなっちゃったら大変だから、そうだ、それがちょっと怖いんですよね、まめに、はい、怖いじゃないんだよ、まめに取れよ、はい、言われてんだから、はい、全部ダメだ、同じミスを、無知じゃないわけだから、はい、入れてるわけだから情報を、はい、するなよ、はい、しません、ああ霜取りをします、これ松崎がさ先週、はい、ハイセンスのさサイコロ型の冷蔵庫ね、はい、買ったっつって俺見たことないとかさ、あんな安い1万8000円なんだとかさ、はいはい、言ってたらさ、なんかツイッターとかでさ、うん、あ俺も使ってたよとかさハイセンスユーザーの方々が、俺もハイセンスなんだけどとかさ言うやついるんだけどさ、はい、ダサいから言わない方がいいよいや言い方がな、なんかさあ俺も知ってるけどみたいな言い方すんだよそれさ、はい、いいよ別にそれはいるよ、まあそれはビッグカメラで売ってるような冷蔵庫なんだから、まあそうですね、はい、でもそれはあえて見たことないなとか珍しいなって言ってるわけだから、はい、俺もそうだけどって言わなくていいよ、カッコつけてしゃしゃり出てくんなよ言い方問題です、はい、ああ俺も使ってたなやっぱ出てくるんですね、はい、センス使ってましたリスナー書くなよツイッターに Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。 今日はなんかね、このフロアにね、
から収録してるのかな。お化粧男子がいっぱいいるんですよ。緊張しますよ。なんかそうですね、イケメンな方々が、うん、ラジオなのにラジオなのにお化粧いいでしょ。そう流れてますよこれ。まあいいじゃないですか。映像とかもね、もしかしたら出てるかもしれない。まあまあ、まあ、なんだけど、写真男子がいっぱいいる。写真も撮りますからさ。そうです。ラジオネーム真面目な童貞 FM サイン。僕もかれこれ5年ほどハーブリラックスっていうブランドのサイコロ型冷蔵庫使う。言うなって。恥ずいだろう。言い方がね。僕が思うサイコロ型冷蔵庫の魅力は重心が低いので上に物を置いても安定しているところです。僕はサイコロ型冷蔵庫の上にテレビを置いてテレビ台として活用しています。やめた方がいいよ。冷蔵庫の上あんまり物を置かない方がいいんだよ。そうですよね。どっちなんだろうな、あれ上なのか横なのか、はい、あの温度を逃がす方式が違うんだよ、はいはいはい、どっちから逃がしてるのかな。最近は横から逃がすタイプが多いんだって、はいはい、だから上に電子レンジとか置いても大丈夫だっていう話が。あ、なるほど。昔は上から逃がしてたから上に物を置いちゃダメなんだけどっていう。でも松崎のやつはもうその檻みたいなところにいるじゃないですか。上も横も1センチないぐらいのところに熱がどこに逃げてんのか。YouTube 見てたんだけどさ、はい、松崎の冷蔵庫ずっと そのスペースの前にボンと置いててさ、はい、そのスペースに入れるっていう作業があるんだけどさ、はい、遠近感なのかさ、冷蔵庫がすごい大きく見えてさ、はい、入れる棚のスペースがさ小さく見えんのよ、はい、だからさ俺見ててさ、はい、あーこれ入らないっていうオチなんだな。はいはい、用意したスペースに冷蔵庫が入らないっていう悲しいオチだぞこれって思って見てたのよ。はい、でも遠近感だけで入れてみたらスポッと入った。俺思わず手を取った。よいしょ、入った。ホームラン出た時の入った。入った。あのメキシコ戦の吉田のホームランぐらいの感じ。お、入った入った。ファールかと思ったら入った。入りましたね。松崎の冷蔵庫入れてみましょう、はい、入らないぞ。入ったちょっとこう入りましたね。見事しっかりね熱を逃がしてやってくださいよ。はい、から逃げるんだろう、あれ。おお、はい、から逃げるとか分かりませんけどもね。ラジオネームブルーテリア FM 仙台。有吉さん、今はレイバンのフレームにドツキレンズついても3万円で買えます。ブランドを気にしないならばドツキレンズ付きのメガネ5000円で買えますよ。関さん、ぜひプレゼントしてあげてください。いや、かわいそうすぎます。拾ったメガネじゃん。いや本当に、じゃもう本当買ってあげると送られてきちゃうんじゃないかなと思って。ああ、なんかこうたまにこうサンドリーに送られてくるじゃないですか。たまにね、うん、だメガネとか本当届いちゃうんじゃないかなっていう。あ、これ僕がもう今捨てたメガネ、はい、もう、 うちの親父が使ってたやつですとか。そのためにどう合わせないといけないから。そうですね、目を酷使してしまうよな。そうですね、メガネのたんび変えるたんびに度数を視力を変えなきゃいけない。変えて悪くして、はい、いやーでも本当に西堀さんに買ってもらって、それまた YouTube とかでやった方が、うん、いはい、メガネといえば関だからな。まあまあずっとかけてますし全然嫌じゃないですけど、メガネ選びはやっぱり関にしてほしいよな。そんなことはないと思うんですけど、別に全然いますよ、かけてる人。でお前目いいんじゃないの本当。え、ちょっとその疑惑が。だってメガネなんじゃないのそれ。いやいや目悪いですよ。悪いの、関のメガネかけてみ今どう。これ結構どう、視力強い、どう。強いです、もう左右もバラバラだし。どう、あ、これはきついですね。きつい、でも我慢してかけてる。いやだから おかしくない。分かりました、俺と同じ目になるから嫌だって、なんか分かりました。どう、全然見えないですけど。あ、そう、そんなに違う。逆にちょっと松崎のめちゃめちゃ松崎にかけてみたら関が、はい、おや？おや？ん？どう感じないぞ。あ、薄、老眼なんじゃない？老眼鏡拾ってかけてるんですかこいつ。え、これ老眼鏡だったんですか？全然なんか、どの変化が。やっぱお前伊達メガネだろ。これ違いますよ。おしゃれでかけてんな。どうありますって。おしゃれすんなお前。おしゃれじゃないですよ。はい、アイドルマスターミリオンライブから箱崎セリカで気まぐれユモレスク。Sunday night dreamer.
さあ、有吉ゆるきサンデーナイトドリーマー東京半蔵門から生放送でお送りをしております。今月のアシスタントはタイマシンさん号関と松田彦俊です。なんだ今の歌は。お前がかける歌じゃないだろう。好きだ嫌いだなんて。いやいや、可愛い曲じゃないですか。いや可愛い曲だけど、お前から教えてもらう曲じゃないだろう。僕から教えてもらうんだ。今の好きとか嫌いとか。いやもう素晴らしい曲。覚え、歌える？今の。今のですか？なんとなく。はい。ちょっといい？はい。好き嫌い好き好き嫌い嫌い好き嫌い嫌い嫌い好き嫌い好き好き嫌い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 。キラキラ嫌いって何？キラキなんかもう好きか嫌いかみたいな感じのこの揺れ動く乙女心のような、うん、はい、それがもうキラキラ嫌い。そうなの？はい、拗ねちゃったりとか。この前さ、はい、あり、ジロジロ有吉って番組金曜日の深夜やってんだけど、はいはい、そこで VTuber のことやった、まあ、放送前なんだけどネタバレな、まあ、ネタバレしてもいいんだけどさ、はいはい、あの VTuber のさ、はいはい、人のこと勉強してたんだけどさ、はいはい、あれ男の人が結構やってんだってね、うん、あの女の子として、はいはいはい、ね、もうパターンも結構ありますね。昔ネットでほら悪い言葉で言うとネカマみたいな言葉があったけど、うん、はいはい、ああいう感じで VTuber が女の子のアニメなんだけど、はいはい、男の人が実は声やってるっていうのがあって、はいはいはい、しかもなんか声をか、あの、な、声変える変換器みたいなんで変えてる人もいるんだけど、はい、変えずにやってる人もいるんだよね。います、います。あー、なるほど。そのまんま、はいはいはい、自分の地声でね、そうです、まあ、ちょっと裏声にしたりとかして、はい、でファンの人が、はい、それ男がやってるって分かっててもファンになる、うん、騙されてるわけじゃないんだよな。そうですね、はいはい、その VTuber さんが好きということなんですね。そうで、そのオフ会みたいなのやってんだけど、はい、うん、そのおじ、その声やってるおじさんみたいな人が、うん、あ、はい、おお、あ、こんにちは、来ちゃうんですか、あ、こんにちは、この前のあれやってくださいみたいな、ええー、いいけど、何この前のこと、何なの、ああ嬉しい、ええー、そう、そう、不思議な世界だよなあれな、ああ、もう、僕から見ると割とそれが普通というか、普通なんだな、はい、あ、すごいなと思って、複雑ですね、うん、なんかだからほら。可愛い馬娘のキャラクターをさ、うんうん、またこれまた可愛い女性の声優さんがやってるから応援しに行くっていうのはなんとなくわかるじゃん俺らには。それはまずは理解できます、うん、はい、だけど馬娘の声を松崎がやってるとして、あ、なるほど、松崎にあんまり会いに行きたいなと思わないじゃん俺ら。そうですね、俺らだとみんな見たくない、蓋しちゃうというか、そうそう、ちょっと、はいはい、あの可愛い子がこんなおじさんなのって思っちゃうとちょっとこう乖離しちゃうじゃない。そうですね。だからちょっと俺らついていけないなっていうのあるんだけど、はい、すごいなと思ったの。ああ、なるほど。お、結構まあそのパターン、まああるパターンではあるんで。そうなんだね。はい、だから峰不二子の声を神明さんがやっててさ、今日オフ会神明さん。あ、峰不二子役の神明ですって。神谷さん。ふじこの声やってくださいっていう複雑だなと思って、すごいなと思って、それは見たいですけど、なんかよっぽど自分のがなんかこう分け隔てて見ちゃうというか、そうだな、だから古いのかな、随分だから逆にそういう恋愛とかで見てるわけではないんだよねっていうことだね。その声をやる技術者みたいな職人として見てんのあれ、うん、そう、だから単純にそのパーソナルな部分としてのファンというか、うん、そうなんだね、はい、あ、なるほど、すごいな、だから松崎もありえるってことだよね。まああるでしょうね。ちょっとだけまた悪いんだけどやってもらっていい、はい、15歳の、はい、15歳の新高校1年生、はい、これは泣きが出るかもしれない。あれあれ校門どこだっけ、あれ学校の校門、ああ迷っちゃう、やだ遅刻しちゃう、ああどうしようどうしよう、あ、先輩先輩待って、先輩私を教室に連れてって。何やってんだハゲ。ハゲ。Stay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer
やっぱきついよ、やっぱ俺ら目の前に松崎がいてさ、はい、松崎がさ、はい、あれって言ってんだ、腹立つよ。いや腹立つや、だからやらせといてんな、理解できないなと思って。だからいやいや、それもう絵がないからです、その、あ、そう、美少女の絵がないないからかな。俺は松崎見てますから今VTuber さんも最初から素だとやっぱりそこまで人気出ないですから、そうか、そこを声合わせて、うん、で側の絵がどういう人なんだろうと思った時に、あ、そうか、男性なんだって思うとこからか、うん、そうですね、はい、そうかそうか、そういうこと、ね、いや面白い、いや面白い世界だなと思って、うん、はい、まあ、ニュースちょっとやりましょうか。はい、この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。新宿歌舞伎町に全席プレミアムシートの映画館誕生。ヤクザまぶりだ。そんなことない、全員ヤクザや。いや、一般の方も健全な歌舞伎町には、はい、健全な映画館が誕生。全員ヤクザシートや。一般人シートが。一般人シート。一般人シートじゃないでしょ。いやいや、一般人の方が楽しめるプレミアム、プレミアムヤクザシート。一般人シート。一般人の方にね、全席プレミアムヤクザシートや。一般人シートで皆さん楽しい映画を、ね、4月16日に開業しますので、東急怒られるぞ。いや俺言ってない。一般の方が楽しめる、皆さんで楽しめる歌舞伎町、今もクリーン作戦してます。ああ、もうクリーン作戦、はい、いつの話だよ。石原都知事の時の話だから。もう終わってんじゃないですか。そうですね、4月14日に開業する東急歌舞伎町タワー内にですね、うん、オープン予定の映画館、うん、109シネマズプレミアム新宿の詳細が発表されました。全、うん、席がプレミアムシートで、座席は2種類、うん、サイズは一般的なシネコンの最大約 2.3 倍で、通常だったらおよそ2000席入る劇場内に752席を配置していますと。非常にゆったり見ることができる。ゆったり、はい、ゆったりやね。ちょっとゆったりやね。ちょっと怪しいな、そういう口調の方はあまりいらっしゃらない、はい、ゆったりやね。ゆったりだねって。そうだね、楽しみだね。会話が飛び交う、はい、プル同士の、はい、そんなドス聞いたことはないです。こんにちは。いやいやいや、ゆったりです。課長ぐらいです。課長、こっちです。とかね、そういうのはありますけど。はい、いいね。ああ、でもすごいですね。この東急歌舞伎町タワーってすごいんだよな。あ、そうなの。もう歌舞伎町の中にボーンと天をつくようなビルで。びっくりするぐらいな、はい、もう一番上が雲みたいになってんだよ、なんか。そんな高いんですか、これ。もうね、完全にね、龍がごとく。龍がごとくのさ、はい、ラスボスが住んでるビル。絶対ゲーム出るし、相乗効果というか。めっちゃかっこいいんだよ、面白いよ。そうなんですね、うん、最高ですよ。ゆっくり見れそうな。歌舞伎町行きますか。僕は行かなくなる。昔バイトしてましたけど、はい、よく行ってたけどな、最近うん、あんまり行かないな。これ松崎ぐらいじゃないですか。松崎たまに松崎行ってるか。あのバイト先が歌舞伎町なので。あ、そうか、はい、うん、変わった。なんか客引きの人がほら結構条例で減ったとかな。でもイタチごっこで出てきたり。あ、また引っ込んで。そうですね、まあ、結局いますね。また増えてきてるって感じですね、うん、あとホストがすごいよね今はね。ああ、多いですね、うん、もうこれまたジロジロ有吉でやったけどさ、はいはい、キャバクラがバンバン潰れてさ、ホストがバンバンできてるって。やっぱり、はい、なんでだろう。だから女性の方が今パワーがあるのよ、お客さんとして。ああ、そういうことですか。うん、ああ今そうなんですね。だって街中だってホストのナンバーワン決定しました、はい、この男みたいなさ、あ、看板よく通ってるじゃん、トラック、はいはいはい、宣伝トラックな、はいはいはい、うわ、誰のし韓国アイドルのニューシングルでも出たのかなと思ったら、ホストの人の順位とかな、はいはい、そうですね、うん、しかもなんかいろんな店がありすぎてちょっとすごいのかが分かんなくて。昔だったら俺らニューアイとかな、トップダンディとかそれぐらいだったけど、もっともっといっぱいいろいろあるみたいな。なんかね、あ、みんなまたかっこいいですしね、いろいろと、はい、そうなってるんですね。私たちが、はい、俺が歌舞伎町行くのはもう、はい、あれぐらいだね、やっぱり。行きますか？ロフトプラスワン。おお、はい、ロフトプラスワンで、はい、行くぐらいだな。でも随分行ってないけど。ロフトプラスワン行ってないの？やってない、何にも。最近行ってないですね。なあ、上島さんとよくあそこで1年1回ぐらいやってたんだけど。はい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 。
もう死んじゃったからな。しっかり言いますね、なんか。ちょっと、そうですけど。言いにくい。そうなんですけど。なんでよ。全然いい。何が悪いんだよ、なんか。何が悪くないんだよ、俺。こんなしっかり言います。ツッコミがおかしいだろ、今の。なんだよ、濁すのか。濁さなくていいですよ。上島さんって、まあね、最近見ないね。いや、そんな濁さなくて、悪いことしないから。まあ、なんか最近見ないからな。ちょっと強ったかな、それ。ちょっと爆笑したくないですね。はきはきとしっかり言ったから。いや、なんでだよ。死んじゃったからなって言ってるだけで、はい、もっとすっかりさっきおっしゃってたんで。何がね。はきはきと言ってると思って。いや、何が悪いね。上島さん。はい。死んじゃったよ。いや、まあ、そういう方がちょっと。はい、など。はい。上島さん死んじゃったからはっていう感じで言ってたんで。はっってびっくりしちゃったというか、はい。結構しっかり言ったと思って。そうですか。はい。なかなかいけ、またちょっとね、やりたいですけどね。楽しいかもしれないですね、たまには。さあ一回ちょっとメールいきますかね。はい。ラジオネーム油屋バンガム静岡 FM 放送。アリさん、私の地元茨城県下妻市は日本で一番ネットの早い町で知られています。お、世界で比較しても世界第3位。え、田んぼしかない田舎で住人の多くが高齢者、うん、ネットを使う人が少ないこの町で一番ネットが早いというのは皮肉なもんですね。かどうか分かんないけど、はい、なんでだろう、それ整ってんのかね。もう聞いたことなかった、ね、結構でも田舎だから逆にそう、あの、うん、整備しやすかったんでしょ、うん、っていうことでしょ、多分東京のごちゃごちゃしてるところ、うん、今穴掘り返すの大変だもんね。はいはい、ね、あ、うんうんうん、確かに俺も村なんですけど、なんか村全体で、ね、ネットをもう引きましょうみたいな。そうだよね、多分そういう方があります、はい、いいよね、各家庭にっていう。そうなんだ、うん、ただね、まあ音のうるさい車が多そうですけど。いや、そんな言わないで。いやいや、言わなくてもいい。下妻もそうですね。ねえ、ラジオネームちびひげドーナツ。有吉さん、世界一美味しいと言われている料理ルンダン、食べたことありますか？牛肉をココナッツミルクと香辛料で煮込むインドネシア料理です。とても美味しいですよ。ルンダンっていうんだ。初めて来ました。世界一美味しいって言われるのはマッサマンカレーじゃなかったっけね、ちょっと前までね。それもそう言われてたんですよ ね、 ね、ある、はいはい、ルンダン食べたことあるかな、よくわかんないな。知らず言ってる可能性もありますけど ね、ロケとかで。確かにそうです、はい、なんか好きな何が今最近美味しいと思うの。俺はね、はい、ありました、それ言う前にね、はい、もう50も手前だからね、はい、目標持ってんのよ。おお、目標、はい、BS でね、はいはい、美味しいものを紹介する番組やりたいって。おお、でも、もう単純に見たいですね。ネットフリックスにね、はい、あんのよ、あの外国人の人がね、はい、知らない？世界の美味しいものを紹介してるやつ。へえ、あんのよ、はいはい、それめっちゃ好きで俺ずっと それ見てんの。おお、じゃあいつかこれタイミング合えば。いや、シスター有吉も見ずに見てくださいよ。見てくださいよ。山本大活躍の名足。山本大活躍。え、はい、はい、見ずにね、はい、そればっかり見てる。そればっかり見てる。いや、でも楽しそうですね、それ、うん、それはもう日本の料理とかのみならずいろいろ紹介するっていう。世界中のもう、うん、紹介してる。おー、いいんじゃないですかそれ、うん、意外とアリさんやっぱ散歩の番組あるし、いろんなもの食べるじゃないですか、うん、でもちょっとほら、はい、それはいろんなとこ行ったり、まああるけど、食だけ、うわー、だけを、イエスで狙ってんぞ、いつか。あ、そんな野望があったんですね。それ見たいです、はい、で、美味しいもの、あ、美味しいもの、美味しいもの教えてもらえますか。最近食べた美味しいものですね。でも行きますか、でもコーナー行きます。あー、はい。恥ずかしいな、なんか。どうせゆったりゆったり考えちゃってる。カレーって言うから。こんなデブ、こんなデブどうせカレーって言う。あ、言う前でよかった。町の賢者。はい。あなたワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらってます。ラジオネーム三平。現代ビジネスのウェブサイトに大谷翔平と藤井聡太の母親が一切使わない言葉があったという気になる見出しが掲載されており、記者が2人の母親をアポなしで取材した時の会話が紹介されていました。記者、芦田愛菜さんと聡太さんの対談動画を見ました。理想のカップルだという声が上がっています。藤井の母、ああそうなんですか、あまり見ないようにしてるので。
お母様としてはどんなパートナーを望みますか？そういうことは話さないようにと言われていますので。なぜ岩手県が大谷翔平を産んだのだと思いますか？大谷母、わかりません。取材は全てお断りしていますので。遠いところご苦労様です。おいポンコツ来ちゃうれ。おお前が受けた対応を言い表す簡単な言葉を教えてやろうか。塩対応と門前払いだ。こんな収穫ゼロの会話堂々と紹介してよ。お二人に共通していたのは否定や非難の言葉を一切使わないことだったとかほざいてんじゃねえぞ間抜けが。嫌われてんだお前はよ。迷惑なんだよ。5秒で刺して10秒で帰れよ。どうしても記事にしたいなら、お二人に共通していたのはどこから湧いて出たのかもわからない私のようなドブネズミを一切相手にしない用心深さとスルースキルだったって書けや。貴乃花さんに突撃取材して奥歯ぶち折れるまで可愛がらなくて。私のおばもね、はい、ピンポンピンポンって押されてね、はい、足も悪いのにピンポン鳴ったからってね、寝てったらね転んでね腰の骨折りましたよ、記者のせいで。うわ、死にました。ほんでうわ、ラジオネームレタスサンド。逃していいんですか有吉さん。とことんやった方がいいです。そんなのいいですよ。うちのおばが記者のせいで死んだとしても、はい、いやそれだからもう持ちつ持たれつですから。持ちつ持たれつ。ラジオネームレタスサンド、そんなさらっといけ FM 栃木。言ったってしょうがないから、わ証拠もないし達観。かっこいいけど。記者のせいで腰の骨を折ったけど、はい、まあその腰の骨のせいで死んだけど、うん、それが記者のせいだとは 100% 言えないから、まあしょうがないわ。うわすごい、なんかどこで折り合いつけたんだろう。23キロに及ぶ自分の尿をペットボトルに入れて会社の敷地内に捨てたとして、50歳男性が廃棄物処理法違反で書類送検されていました。尿の入ったペットボトルはなんと30本以上。男性は自分のおしっこが入ったペットボトルなど捨てたことは間違いない、寮の共用トイレに行くのが面倒だったと話しているとのこと。いやバカだなこいつ。いや確かに有吉さんも空き缶に自分のしょんべん詰めて窓から投げてたよ。でも理由は夜中にしょんべん行くとお父さんが文句を言うからとね、極めて合理的。対するお前なんだ、共用トイレに行くのが面倒だからってまとめて30本捨てるな。いいか、今度から俺のようにしょんべんボトルはこまめにトイレに流しに行け。自分の10年後の姿を見てるって怖かったぞ。有吉さん、俺たちもこいつのこと反面教師にしてちゃんと生きていきましょうや。流されたくない。高校生の時な、前の堀野さん家の畑の方投げてた。名前だしね、肥料になってたよ。以上町の賢者。Stay night dreamer live on air。さあ有吉弘行さんでナイトドリーマー、1時間経過というところでございます、はい、ラジオネーム辰野落とし子。松崎さん、はい、新入生を勧誘するサークルの女子大生やってくれませんか、はい、やあ君たち、私たちが所属してるバレー部に入ってこないかい。歯向いてこっち見るな。笑顔が大事だと思って。笑顔だった。笑顔だったらごめんごめん。歯を向いてこっち隠してるのかどう。歯じゃないです。歯じゃないです。歯向いてって。歯は出てたかもしれません。ラジオネームサイン Z。 松崎さんお願いがあります、はい、ご近所に住む38歳人妻、はい、演じていただけますか。ねえ僕、ちょっとうちのあの棚の上にあるものが取れないの、代わりに取ってくれないかしら。はい、死刑。お死刑。死にたくないよ。これで死にたくないよ。余計するなよお前。だってやれって。
気持ち悪い。本当に。ラジオネーム、ホテヤ静岡 FM 放送。私は10年前ハイセンスの32型テレビを買いました。その後私は離婚して慰謝料として元嫁にハイセンスのテレビを渡りました。不穏な感情。ハッピーなメールじゃないかな。奥さん怒ってんじゃない。なんでソニーじゃねえんだよ。10年前だったらそうじゃない。ハイセンスもう全然夢じゃないだろ。いやそうですね。ハイセンスの冷蔵庫でも改めて見たけどちょっとかっこよかったな、うん、いや良かったですね、はい、あれボックスに入れるときが、うん、驚きましたけど、シルバーで、はい、かっこよかったです、はい、というわけでね、有吉ゆきサンデーナイトドリーマー一部地域の方この時間でお別れでございます。また来週も聞いてくださいということですね、はい、聞ける方は引き続きどうぞよろしくお願いしますね。松崎さんじゃあご挨拶お願いします。みんな9時台もよろしくね。須崎さんって言ってんだろ。あーもう。さあ2023年3月26日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはタイムマシーン3号関と百貫デブ、松崎勝利です。もじゃもじゃ、はい、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしてます、サンデーナイトドリーム。はい、久々にね、あだ名が炸裂しました。いやいやいや、あだ名っていうほどの、いやいや、なんかこう痛烈なあだ名が、痛烈というか出鼻をくじかれたと言いますか、同時に嫉妬して、いやいや、全然そんなケロッとします。そんなケロッとするじゃない、そのぐらいのあだ名だったらケロッとするじゃないと、カネだったら別に、そうです、はい、ちなみに今日のメールテーマは世界一、世界一の情報を教えてください。なんか、はい、世界リスナーでなんかの世界一になったような人いるのかね。どうなんですか、ね、どうなんだろうね。有吉ベースとかではギネスにチャレンジするみたいな、たまにやってるじゃないですか。あれでな、はい、結構あのギネスの人呼ぶのって金がいるんだよな。そうなんですよね。あ、だから有吉ベースなんてギネスの人呼ぶ金ねえから、ノラでノラでノラでやってるんだけど、ノラ、ね、でやってる限りは世界新って結構生まれるんだよな。はい、ね、な、毎回一個は出ますね。それも結構大幅に世界記録を更新することがあるんだよな。ありますあります。あれギネスさえ呼んどきゃ、はい、本当に世界一いくらでも取れてるよな。いや、そうですね。そう、だからもったいないな。だからやっぱりギネスに対抗する組織を作っていかなきゃダメだよ、はい、組織。なるほど。自らだから世界一を認定する、はいはいはい、はい、公式そっちで認めてもらうという。確かにもうギネスしかないから全部あれですけど、そう、うん、対立組織があればあれば、ね、その方がやっぱり どっちも切磋琢磨してさ、はいはい、いい世界記録狙っていくじゃん。何を切磋琢磨するのか。同じ記録でもね、やっぱり、ね、だから皆さんもね、ぜひまた有吉ベースの方でね、過酷な世界記録を挑戦していただくこうと思います。もう主力級のお二人です。いや本当にそろそろ世代交代と言いますか、いやいやいや、若いやつらが、はい、有吉ベースさ、はい、もう10年近くなるんだけどさ、もうそんななりますか。あ、もそもそもはさ、はい、太田プロ俺もライブとかも出てないからさ、はい、全然若いメンバー知らないしさ、はい、若手とね、うん、こうなんて交流の場を持って、うんうんうん、ちょっと幅広く事務所のメンバー知っときたいなっていうとこから始まってんのよ、はいはい、それなのにさ、はい、10年経ってさ、はい、未だによく出てんのさ、はい、松崎とタイムマシン、はい、もうお前らのこと知りすぎてるよ。これぐらいお尻いじったら嫌がるなって。これぐらい粉吸ったら泣くなとか。大体もう分かりすぎちゃってるんだけど、そうじゃないんだよ。そもそもは若手と一緒にやってみたいなっていうのが始まったんだけど、まあこのありさまよ。このありさま。一応入ったりしてるんですけどね、若い子は。なかなかやっぱり壁が高くて。意外と。タイムマシン3号さんと松崎さんの。いや、まだまだ高すぎる。譲れませんよ、本当に。ガタ来てないんで。
そろそろ、はい、店じまいっていやいやいや、もう有吉、いや、なんで、ま、だもう嫌だろ、嫌だ、嫌なんですけど、嫌だろ、なんて、いや、ノリノリではないんですけど、やっぱりそれがあることでなんかちょっと頑張れるところはあるので、関なんてもう、はい、静岡でまでラジオ始めるんだろう、まあ、ね、またちょっと冠ラジオ、うん、はい、あの、名古屋ですかね、 CB、 あの、はい、名古屋、名古屋で、はい、CBC で、はい、そうですね、そこまでもう、や、もうラジオ3本やってんだろ、お前も、気づけば、はい、やらせてもらってます、そんなのも有吉ベースでさ、はい、山本の肛門とか 見るの嫌だろ、相方の肛門見たりとか、金玉にローション塗ってくれとか言われてるんで、なんで俺なんだって思いますよ、いっぱいいるのに、いや、もう嫌かなと思ってさ、から、いや、思うんですけども、なんか名前、俺もそりゃそろそろさ、はい、BS に狙いを絞っていかなきゃいけないから、そうですよ、ちょっと考えましょう一回みんなで、でもなんかそんなこと言ったらまたベースで過酷なグルメ番組みたいなやられそうで激辛みたいな、なんか発言が怖いんですよ、なんでだよ、これもう安田さん、松崎はだってちょっとまだほら終わってほしくないなみたいな雰囲気出すけど、関はもう完全に前向きに検討しましょう、終わりに向かってるじゃないですか、もうあと体壊すぐらいしかないんですよ、なんでだよ、全部やりましたもん、そんなこと二度と言うね、刺す釘をそうやってでも若手はタイムさえどっちか言ってくれると安心しますから、いや、だってその、はい、いや、全部とりあえずタイムさんに集中砲火がいくなっていう安心とかもあります、いや、だってこの前もな、はい、ひどかったよな、だって、はい、佐藤っていうな、まだ芸歴まだもう一桁ぐらいのやつがさ、はい、はいはい、あのコンジロームだ、漢字だか漢字だ、陰菌か漢字だかよく分かんないけど、ちょっと性病になったっていう告白があってな、おちんちん粉吹くんですっていうのがあったから、席ちょっと診察してくれ、持ってないんですよ、医師免許なんて、俺知識もないし、ガッツで診察しろ、ああいうのはでも悪い病気の時は匂いが立つっていうから、はい、ね、はい、ちょっと匂ってみてくれたら、こうまた粉吸った吸わないで、吸いました粉吸った吸わないで大騒ぎで、席がまた、いや、だってあんなに粉入ってくると思わないですもん、その粉もう吹いてるから国旗がそんなこと、何年目お前、これ23年でまだそんなことやってんだもん、だって嫌だよな、嫌だって言いました、あの時もちゃんと嫌だよなじゃなくて、あれですよ、俺言いました、その場で嫌ですってちゃんと、はい、話の分かる人たちに言いました、俺嫌ですよって、ここでそう言うね、なんで俺楽しいですねって言え、いや、言えって言った、いや、いつも楽しいですねって言え、言えって言って、でもさ、はいはい、あの、なんかさ、はい、まあ、昨今のまあお笑いブームみたいなのがあったからさ、今はまあ落ち着いてるけどさ、はい、あの、まあ、第7世代とかさ、ああいう時期のさ、ね、ちょっとしたお笑いブームがあったからさ、はい、太田プロも結構何組か売れっ子いるような、宮下草薙とかな、そうですね、納言だって結構今みゆきとかもよく出てるし、そう、テレビ、そのタイミングで、アルコ&ピースもタイムマシン3号まるで、はいはい、何組か普通に、そうね、よく会うなってやつがいるもんね、うん、一時いなかったよ本当にね、いや確かにこの誰もいない時期というか、うん、一時マジでもう土田さんと劇団と俺とでなんとか踏ん張ってるって時期あったから、もうそれはっていうだけの時期あったよ、はい、あ、全然後輩とテレビ局で会わないみたいな、むしろあれじゃないですか、指原とかのが合うとか、あ、そうそうそう、指原とかね、お笑い部署的には誰も行ってない、前田あっちゃんとか、はい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 、まだいた頃、AKB のやつだけでっていうのあったけど、今だいぶ合うもんね、そうですね、お会いする機会がいくつかあって、だけど今度逆にでもタイムマシン3号とかアルコとか宮下草薙、うん、以降松崎がな、ちょっと
とちょっとまだ松崎は合わない。そう、ね、最初有吉の壁とか出てたよな、特番の時期とか、はい、出させていただいてました。今もう有吉の壁なんて売れっ子しか出てないから。そうなんですよ。もうね、なんでこの人たちがまだ出てくれてんの系のもうチャンピオンクラスばっかり出てて、松崎みたいなさ、もう無名の謎の人物は一人もいないよ。昔は出てたんですもんね。そうそう、でもね、はい、荒々しい時代というか出てたよな。出てました、出てました。結構グリーンピースも出たことあったよな。あれ、グリーンピース第1回目とかに、1回目とかな、はい、そう、もう今や見る影もないよ。見る影も。いや、すいません、お前なんだかやってます、いろいろ売れっ子ばっかりで。なんとかグリーンピースもなんとかお願いします。タイムマシーンもだずいぶん長いだろ、だって、うん、そうですね、だ出るようになってからは。だから僕らは最初出れなかったんで、うん、いいなグリーンピースとか、うんうんうん、いいな松崎って思ってました、うん、ずっと。それが今やもう松崎なんてもう何にも何にもっつったらしょうがないよね。そうです、もうしょうがないんだよ。でもあれだもんな、マンション綺麗になるぐらいにはなんか仕事があるってことだもんな。まあそうですね、まあ、それは、はい、謎だと思うよ。だって、いや、いろんな今仕事あるからさ、はい、昔だってさ、キャンプ芸人なんてあり得ると思ったけど、今普通にキャンプ芸人いっぱいいていっぱい食えてるもんね。食えてます。だって、ヒロシだけだったじゃん。はい、はい、はい。ヒロシだけだったのがさ、もうじゃんじゃん武田バーベキューとかさ、はい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 。それこそ、あいつらいっぱいいるだろ？今いますよ。杉なんかも一丁噛みしてるぐらい。そうなんですよ。杉なんてこの前、杉キャンプチャンネルのステッカー売ってたぞ、あいつ。完売とのことで。ねえ。はい。だから、そういう枠もあるぐらいだからさ、今やっぱり幅広いよね。だからそうですね。何かやればお金になったりとか。だから、松崎なんか今、どうやって、何で生計立ててんの？まあ、ちょっと謎は謎ですよね。そうですね。結構なんか裏方のなんか仕事とか。裏方のなんて鼻で笑うやん。いやいや、裏方の顔してんじゃねえか、お前。いやいやいや、そうです。裏方の顔？鼻で笑ってたわけじゃないんですけど、ちょっとなんて言おうかなって。何の裏方なの？なんかその YouTube で、なんかアニメの情報とかを、なんか、言うチャンネル動画があって、それの作家みたいなこと。作家みたいなこともやった。もう、はい。やったりとか、はい。してます。すごいね。それが主な収入源？そうですね。そうなんだ。なんで、そうですねっていうの。なんかちょこちょこいろいろやってるので、そうですね。そこまで吸い込んでたか。はい。なんで、そうですねって言ったの？いや、そこまでちょっと息吸い込んでたかちょっとわかんないんですけど。なんで、いや、なんで、はい、そうですねって言ったの？それ聞いてんのよ。今、裏方の話どうこうじゃなくて。はい、そうですねって。なんでそう言ったの？いや、ちょっと考えてた、だから、あれ、どこが一番収入多いかなって考えてる、ちょっと、あげく、そうですねってなんで？なんでちょっとそうの間にちょっといろいろ考えてしまったというか、はい。しないで。しないで。そうの間にもう考えません。うん。ウォッチング、ウォッチングマッチング。はい。現在出会いの場となっているマッチングアプリのリアルな体験談、トレンド、活用法など、マッチングアプリに関することを報告してもらっています。ラジオネーム、三平。侍ジャパンがモテていることに気づいた目利きの俺は、セックス馬次郎からベースボール馬三郎に改名し、アプリ内の日記に、幼なじみの翔平が活躍して嬉しい、翔平は昔からすごかった、あ、マイアミの翔ちゃんから LINE 来た、などと書き込んで大谷とマブダチであることを匂わせた。するとメキシコ戦の後に、野球大好きおばさん三重という中年丸出しネームの女性から、大谷翔平くんの同級生ですか、昔の写真とか持ってますか、あと実家の場所とか知ってますか、との激ウザメッセージが来たため、はい、アメリカでバスプロとして活躍してる大山翔平の同級生ですが、と返信し、俺が多摩川で28センチのブラックバスを釣った時の自撮り写真を添付してやったところ、三重は、誰だよこいつ、てかバスが小さすぎるだろ、嫌な捨て台詞を残してアプリの海へと消えていきました。野球好き女性、
良くない人間が多いです。そんなことね、偏見すぎるだろ。サッカーもワールドカップであれだけブームで大人気になって、はい、野球も今回の世界一でまたすごい人気を返してて、ラグビー大丈夫なんでしょうかね、本当に。おお、畠山君、畠山さん、クソヒゲゴリラはどうしてんでしょう。頑張ってくれてると思います。どこどこ見かけしますけどね、クソヒゲゴリラを。はい、なんか逃走中出てたりとかしてましたよね。本当に逃走してんの、何かから。本当の方の。本当に本当の本当の見かけ。本当に何からと。テレビで、テレビ映ってたんで。テレビで逃走してるところ、何、世界丸見えかなんかで。いや、違う違う。アメリカの警察に追いかけられたんじゃないの。そんなことないはずなんですよね。大丈夫。でまたでもラグビーも来るでしょう、あれワールドカップ、ね、なんか楽しみね、はい、またその時頑張ってもらわないとね。そうですね、その頃ですかね、畠山君にちょっと話聞くのは。でも畠山君今どこにいるのかよく分かんないもんね。だってチームもう引退してるもんね。だってね、そうですね、外国行ったりするから分かんないですね、どこにいらっしゃるか。捕まらないよ、もう逃走中だから。残念だ。ラジオネーム内閣低めゴリラ FM 栃木。先日マッチングした女性をデートに誘ってみた俺、すると女性から、どんな人か知りたいのでまずは顔写真送ってもらえませんかと返事が来たので、俺は、ああ、じゃあ昨日カラオケ行った時の写真送りますねとマイクを握って気持ち良さそうに歌う俺の写真を送った。すると女性から、あれ送る画像間違えてませんか、これコンサート中のさだまさしですよねという返事が来た。さだまさし、俺に似すぎててマジムカつく。いや、ここ先がひどい。さださんの方に。あげます。パン。マッチ棒。いやいや、何のことやら。何を急におっしゃってるやろ。ラジオネームシドジェットキリュウ。浜口京子さんとマッチングしました。浜口さん立っての希望で、猫の額ほどの公園で白爪草の花冠を作っている。浜口さんがギャーッと悲鳴を上げたので、どうしたのか聞いてみると、どうしましょう、私一生懸命路上生活しているダンゴムシさんを潰してしまいましたと言って落ち込んでしまったので、あ、じゃあせめてダンゴムシさんのお墓作ってあげましょうと提案。すると浜口さんは、さっきまで舐めていたアイスキャンディーの棒に、お団子虫様の墓と達筆で書き記し、公園の端に移動して墓標としてぶっ刺していましたが、浜口さんが動いたのをきっかけに、新たに団子虫10匹とアリ189匹が犠牲となってしまいました。そいつらの墓標を立てるべく、浜口は新たにアイスキャンディーを200本買ってきて、まるでウルバリンの爪のように両手でアイスキャンディーを挟み、ごめんなさい、ごめんなさいと涙を流しながらアイスキャンディーを舐めていました。これが毎回続くとちょっと厳しいです。そりゃそうだな、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 それ言うなよ。そうよ。以上です。日記、皆さんの日記盗み読みさせていただいております。ラジオネームちゃん皇帝 FM 栃木。お金の受け渡しはトレー上でお願いしますって書いてあるのに、お釣りを手渡してくる店員さんに、トレーに置いてくださいって頑張って指摘した。声が震えてしまって情けなかった。わかるけど。マスク取っていいですよっていう話に今もうなってますけど、はい、どうですか関さんは。うん、でも花粉もまだちょっと残ってるんで。花粉もあるんですか。はい、うん、あんまり外してないですかね。外してない、はい、どうですか。僕もマスクはしてますね。恥ずかしいから。
まあそれもあります。はい、ラジオネーム唐揚げちゃん。そうでしょうね。言われるとなんかなんだよ。なんかちょっと粘るのよ。粘るなよ会話。ラジオ土俵際は。土俵際は。なんかちょっと面白い。さり際がちょっと引っかかる。なんでだよ。スパッと割れただろ今の。いやなんか粘るなよ。さり際にちょっとなんか残してたから。いいや少ししてんなお前。おお、ラジオネーム唐揚げチャーハン FM 栃木。歯医者の電子カルテの治療用のカテゴリーの中に口臭にチェックがついていた。恥ずかしくて次から行けない。いや歯医者さん大丈夫だこんな。行ってこいよ。ラジオネーム三平。久々に会った知人がヴィンテージ古着を集めているらしくめちゃくちゃ熱く語られた。なんか悔しかったので古いホラー漫画の話をしてやったら大仏みたいな顔で帰っていった。もう二度と会わなくていい。どういうこと。古いホラー漫画悔しいんだよそれ。以上です。スネイナイトドリーマーさあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送有吉弘行サンデーナイトドリーマー。今日のメールテーマは世界一でございます。ラジオネームちびひげドーナツ。私が小学生の時に世界一長い写真を撮るカメラマンがやってきました、うん、生徒たちが校庭を一周するように並んでシャッターを長押しをして全校生徒を撮ってくれました。その写真が見事世界一長い写真としてギネス記録になりました。出来上がった写真は見事でした。ただ残念ながら私は誰かの影に隠れてしまったようで見当たりませんでした。いいねすごい、うん、めっちゃお便りっぽいお便りだな。まあそうですね、 ね、はい、感心しました。本当してますか。本当に感心差し上げておきましょう。形のないものをすごいな。あでもそうですね。そうなんだ、うん、ラジオネーム小島瑠璃央 FM 新潟。世界一で思い出すのは昔日本テレビの木曜スペシャルで年に2回ほど放送されていた世界びっくり大賞です、うん、その中でよく世界一バストの大きい女性が登場してそれを見るのが楽しみでした。司会の相川欽也さんがおマットさんでしたというのを聞くと子供ながらに興奮していました。うん、おマットさんでしたはまあ元々はねあっちのなるほどザワールドの方のセリフなんでちょっと混同されてますイメージがちょっと全く違う話なんです。そうそう世界一バストの大きい女性が空き缶を潰したりとかね。ああでもなんか、ね、覚えてますおぼろげながら あ、ねはい、あと世界一背の高い人と世界一背が低い人が一緒に散歩したりとかさ、はいはい、結構ね楽しみでしたけどね。ね面白かったけどね今あんまり良くないみたいね。あなんかびっくり大使びっくり人間っていう言い方があんまりなんか良くないね言葉として。なんて言ったらいいんですかね。でも分かりやすい言葉でしたけど、うんまあだからやんない方がいいだろうってことになって結局そういうことなんですね。ね、うん、なんかラジオネームダイヤ MC が僕の家の近所には世界一のジーパン屋を名乗るお店があります、うん、お客さんも店員も全員上下ジーパンで怖いです。僕みたいなシャバ像が店に近づこうもんなら袋叩きにされるのではないかといつも怯えながらお店の前を散歩のついで歩いてます。いや大丈夫だな怖いかな。ボンタン作ってる学生服の店じゃないんだよ。そうですね、ジーンズは大丈夫そうだけど。ジーンズは大丈夫だろう、はい、上下ジーンズの人いても怖いかな。怖いのかな。革ジャンカーパンとかだったらちょっとね熱くなりますけど、うん、はい。ジーパンジージャンの人怖くないだろう怖いのかな。でもなんかこの人からしたらおしゃれでとかってことですかね。ラジオネームマイルズギャレット。自分の住む茨城県は世界で最も背の高いなんだろう
金動物、金動物かな、まあ何にしろ牛久大仏がありますと、うんうん、台座から大仏の登場まで 110m、うんうん、大仏の胸部にあたる地上 85m の展望台から天候によってスカイツリーや富士山見えるので休日にはたくさんの人が訪れますと、うん、金の銅の仏で金動物っていうのよくわかんないですけど、もうジャンルが自分の町の自慢のやつでさ、自分は詳しいかもしれないけど、はい、いやまあそんなの一般的な言葉じゃないぜ、まあ、金に銅に仏でなんて読むの、まあ、読み方はちょっと書いてほしかった、難しいですね、やります。で蓮の台座から大仏の頭頂部まで 110m だって、蓮の台座って言われてもな、台座でいいじゃん。そこやっぱり、いやまあアピールを、自分の町で詳しいからってこういう変な、いやアピールは大仏の胸部に当たる、いやそれはいいです、それは言いますよ、でかいよね、伏久の大仏でかいですね、はい、曲、はい、今年6月に解散する BiSH のラストシングル BiSH でバイバイショー。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.jp/dreamer あのさ、はい、昨日なんかさ、はい、ローラがさ、ローラわかる、はい、ローラだよのローラ、あ、ローラ、はい、ローランドじゃなくて、はいはいはい、わかりますわかります、ローラ、ローリーさんじゃないよ、いや、テラギさんじゃない、ローラさん、ローラさん、はい、ローラがさ、はい、インスタのダイレクトメッセージだっけ、あ、はいはい、なんか何だろうと思ったらローラからってなって、何だろうなって、また変なこと言ってんのかなと、はいはい、なんか展示会やるから来てねー、うん、うわー、有吉さん展示会やるから来てねーって来てたよさ、いやまあちょっとよくわかんないけど、はいはい、まあじゃあちょっと仕事早く終わったらちょっと行くわっつって言っといたの、はいはい、さあたまたま、まあ、仕事がね早く終わらなかったんで行けなかったんだけど、はいはい、ちょっとローラのインスタ見てたら、はい、昨日お友達が来てくれたよって載ってる写真がさ、はいはい、もう三好彩香とかさ、なんかさ外国人みたいな人ばっかりがさ、ローラのそのなんかポップアップストアみたいなとこ来ててさ、はい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 、すごいなんかもうレッドカーペットみたいな写真ばっかり撮ってんの、ローラと。もうそれ言ってたらさ、はいはい、おじさん遊びに来たよ、変態のおじさん遊びに来たよ、危ない危ない、怖なんかおじさん迷い込んできたよみたいな、いや危ねえ危ないわ、やめてよと思ってさ、危なかったよ、そうですね、ちょっと早く終わってたらところです、危なかったよ、まあ、気兼ねなく送ったんでしょうね、う本当に来てほしいと思って、危なかったよ、危なかったよ、本当にギリギリでしたね、危なかった、そんなね取ってくるんだな、うん、ラジオネームやや、松崎さんが冷蔵庫を買ってもらう動画を見ました、あ、はい、ラジオの声が素敵でネットでお顔を拝見して声と顔は一致しないなと思っておりました、うん、アニソンや口の部分を開けておもちゃをつけたりなど鳥肌で聞いていました、ちょっとよくわかんないんだけど、今回の動画を見たら髪の毛がサラサラしていて不潔感がなく好感度が上がりました、お、水を飲んだり氷を食べる顔がとっても可愛かったです、ありがとうございます、松崎さん、はい、早く借金返せるよう頑張ってください、松崎さんのファンになりました、 ありがとうございます、初めてすごい、はい、すごい、ありがとうございます、こんな僕のよろしくお願いします、今後ともラジオネームややさんね、ややさん、はい、拾ったメガネかけてる場合じゃないよ、本当に自分の度数に合うメガネかけてしっかりもう一回見てくださいね、いやいや、ヤヤさんは違いますから、僕ですから、それ見えてないのかちゃんと、いや松崎さんが素敵に見えましたなんて、はい、度数が合ってないメガネかけてるに違いないじゃないか、顔にも申し訳ないそういう人しかファンにならないですか、僕の今日行ってこい、お前もうドンキホーテかなんかで売ってるかな、行ってもらえよお前ある度数でいいか、あれだろ、中野にドンキホーテあります、中野のドンキホーテで買ってもらえよお前のかな、老眼鏡度数でもあれってさ、はい、
あれ役所とか行ったりとかさ、なんか書類書くところにさ、よくわかんないけど老眼鏡置いてあるところあるよね。 ありますね。ああ、はいはい、区役所みたいなところとかね。あ、昔は郵便局とかも絶対なんか置いてありましたけど、 あれってそういうもんなの？何でも合うの、あれって。老眼鏡みたいなのって合うんですか？老眼鏡は虫眼鏡みたいなもんか。あ、なるほどね。あ、じゃあ、あれはあれでいいんだ。うん、なるほど。お前かけてんの老眼鏡？なんで？わかんないよ。わかんないよな、それ。片落ちじゃないですから。マジで可能性ありますよ、なんか。独特なぼやけ方してるから。うん、判断は俺もしたことないんでわかんないですけど、こいつ老眼鏡をずっとかけてる可能性が今、現時点であるんですよ。ある？怖くて、やっぱりそれが。やっぱり、ちょっと一回さ、買う買わないよ、別としてさ、はい。視力だけ測ってこいよ、お前。しっかり。そう。裸眼なのかさ、はい、あの、なんていうの、乱視なのか、近視なのか、遠視なのかもわかんないだろ？わかんないです。ほら、人の落ちてる眼鏡かけて文字が見えにくいだけですから。だからかけない方がいいんじゃないかな。有吉ランド、大型テーマパーク有吉ランドで遊んだ感想や園内で起こった出来事をオーナー私有吉に報告をしてもらっております。ラジオネームカンパチ太郎、 FM 岡山。有吉ランドのホテルに泊まったんですが、トイレにはドアがなく、窓は鉄格子で覆われており、間取りが完璧に留置所でした。間取りだけならいいんですが、スタッフの方も全員スキンヘッドで、客のことを番号で呼んできます。ご飯も味が薄くて量はとても少ないです。せめて温かいご飯だけでも用意してください。よろしくお願いします。そういうんじゃないから。そういうんじゃないんですか。昔あったよ、監獄レストランとかね。ああ、ありましたね。はいはいはい。ね、ああいうのね。うんうん。うん、ラジオ。いや、そういうの興味あんのかなと思って。どういうことですか？あ、パーク。こう、なんていうの？ああ、そういう。テーマパークとか。テーマパーク。好きなの？僕はあんま行かない。行かないの？はい。もう行かないですね。そうなの？はい。俺大好きですけどね、東京ディズニーランド。いや別に、はい、ラジオネームでもないんで、いやいいですよ、はい、俺のアピールができたならもうそれでいい、いいだけの話なんで、別にもうそれでいいんです、別に、はい、それだけの話ですから。すごくなんか捨て駒にされた。なんか俺別にそんな誘い水も出してないし、普通に聞いただけでお前らが興味ないですね、興味ないですねって、はい、俺は東京ディズニーランドすごい好きなんですよ、はい、次パーク40周年っていうねイベントあるんで、すごい楽しみだなっていう、なんかでもなんかその前ちょっと招待状とかないかなと思ってる。でもなんかこいつら行かないだろうなっていうなんか目利きみたいなのがちょっとその上での発言っぽい感じが、なんだそれは。人を売らないしみたいな。いや、それも言ってない。ラジオネーム穴なしからしれんこ、福島 FM。 ディズニーランドもう40周年だって、うん、ね、本当に。でも俺も48だから、もう物心ついた時にね、はい、1983年か、はい、からもうずっとファンだからさ、もう40周年さ、感慨深いですね。東京ディズニーランド最高ですね。この前の本当に素晴らしいイベントばかりでございます。毎年そんなことおっしゃってます。ラジオネーム穴なしからしれんこ、福島 FM。 もう飲めさず。有吉ランド主催のデジタルスタンプラリーに参加しました、うん、スマホでエントリーしてスタンプを4つ集めるとプレゼントがもらえるというもので、3つはすぐに見つかるんですが、4つ目のスタンプを手に入れるには BS 吉本の5時間の生放送のどこかに出る小さい QR コードを読み取らなければならず、会社に有給休暇申請して1日かけてログ画を見返し、ようやく見つけることができました。ここまでして50円のクーポン割に合わないです。じゃあいいよ、あげません。ラジオのレタスサンド FM 栃木、園内にある有吉図書館が最高です。子供向けコーナーは可愛い内装に漫画や絵本が用意してあって落ち着く空間です。自分の8歳になるガキも絵本を読んでから人を踏み台にして勝ち組になるんやとつぶやいています。また連れて行きます。有吉ランドもそろそろ潰れそうなんで、あら、あら、もう終わるかもしれない。経営の危機が、ね、ディズニーランドとは違ってね、ディズニーランドはあら本当に最高。随分しっかりおっしゃる。40周年を前に38ぐらいからだんだん上がってきたよな、このディズニーに対するコメントが。
ネームレタスサンド。ホラー映像系アトラクションホーンテッドボロアパートを体験してきました。恐怖の映像を楽しみにしていましたが、実際に出てきたのは20代男性の4割はデートの経験がないとか、45歳以降の結婚率は 2%、 独身男性の平均寿命は67歳などの画面表示のみ。目をそらしたくなるような現実に背筋がゾッとしました。有吉オーナー、今から婚活しても間に合うでしょうか。悲しい。どういうところが嫌いですか、テーマパークは。嫌いなところですか。嫌いではないです。嫌いではないんですよ。まあでも人混み、ああそうなの、人混みがちょっと多いと僕はやっぱり、それが俺好きだね、ずるいな、嫌いなの聞いて逆言うんだもん。どうしたもんか。以上有吉ランドでした。www.jfn.jp/dreamer。 いやもうブレイク中も関くんが新しく始まる CBC ラジオのね、はい、悪口悪口っていうわけじゃないですか。吹き出してました。そんなこと言ってましたね。はい、いやもう一周目も流してないうちからそんなこと言うわけないじゃないですか。言ってたで。何が不満なの。いや不満じゃないですけど、うん、ま、新しくそのやるにあたって打ち合わせするじゃないですか。うん、なんか今まであんまり喋ったことない芸人さんとか呼んで、うん、そういう人とまあ対応時代とは言いませんけど、喋、うんうん、りたいなっていう。そうか。はい、じゃあ例えば金属バット呼んでちょっとトーク30分してくださいみたいなことね。でゆっくり喋ったことない。うんうんっていう話だったんですけど、うん、どうやら一周目のゲストがマシンガンズに決まったようで。いいじゃん。いいじゃん。何が悪いんだよ。いや、もう悪いってどうせよ。決まったんだっていう話しただけです。趣旨と違う。話が違うじゃないかっていうのは。それは言いましたよ。一回目だけ勘弁してよ。また頑張りますから、CBC が。ね。なんかそうですね。あんまり関係性の薄い。はい、芸人呼んできてくれますから、絶対。ちょっと一瞬にして近いなっていう、結構喋れるなっていう。絶対大丈夫ですから。まあ楽しみには。ピース来たり。はい。近いなっていう。グリーンピース来たりしますから。もうそんなの。話が違うじゃないですか。もうありそう。そういうんじゃないんですよ。喋ったことない人と喋りたいっていう。一回目のゲストはマシンガンズです。一番仲良い。俺でも嫌だわ。俺でも嫌だ。驚きました。はい。続いてコーナー、タモリクラブかっこかり。40年の歴史に幕を閉じるタモリクラブに敬意を表してスタートしたコーナーです。形はまだ決まっていません。何せ流浪の番組ですから。なるほど。そのあたりはラジオネーム黒豆みっちゃん FM 三重、タモリ、毎度もおなじみ流浪の番組タモリクラブです。本日はおならの音と匂いを嗅いで誰のおならなのか推理してみたいと思います。山田五郎、基本的におならの音と匂いにその人の人生が出るんですよ。私もね、何かおならを出される場面に遭遇したことありますけども、あ、この人らしいなっていつも思いますからね。タモリ、はい、それでは聞いてみましょう。プープープー。山田五郎、あ、可愛い音ですね。これ女性ですね。少し恥ずかしさもある。匂いもいいですか。ああ、フルーティーだ。あ、わかりました。これアップルパイに似た匂い感じますから、王林ちゃんですね。タモリ、俺は草津温泉の香りからイモリじゃないかと思うけどね。どうなのかな。ちょっとおならとともに、はい、登場していただきましょう。はい、俺のヘだよ。武坂直政登場。タモリ、山田、おえおえおえ、なんだそれ。なんなのこれ、面白くないじゃん。おえラジオネーム論より証拠の大ライス、毎度おなじみ流浪の番組タモリクラブです。
今回は世界のタイについて学ぼうということで、八王子市立聖光院記念館に来ました。勝又すげえ、こんなタイ見たことねえ。うるさいな勝又は、タガメとセックスしてろ。ちょっとタオさん見てくださいよ、普通チンポこの角度から入れます。でっかいチンポセックスして。はい、タモリクラブスタートです。そんなあんまり見たことないんじゃない。勘で書いてる。リスペクトしてますから。ちょっとラジオネーム三平、空耳あーわー。はい、今日はすごいですよ。なんとアメリカのトム・クルーズさんから投稿いただきました、うん、志村けんさんの変なおじさんの歌。あ、変なおじさん、変なおじさん、変なおじさんだから変なおじさん出すんだが、こう聞こえるそうです。I'm number one and I'm only one look at my dick suck my dick。 タモリ聞こえないね。聞こえないよ。聞こえないな。聞こえないよ、だって全然聞こえない、全然聞こえないもんね。それはね、いや間違ったこと言ってないですよ。ラジオネーム三平、空耳あーわーに聞こえない。魔法使いサリーのオープニングテーマ、マハリクマハリタヤンバラヤンヤンヤンのやつですね。こう聞こえます。股間にバターをたっぷり塗ってチワワに見せたら金玉噛んじゃった、かゆいかゆい痛くはないかゆい。タモリ聞こえるかな。いやいや、聞こえます。タモリさんこれクリアしてこないよ。タモリさんの前まで。そうですね、スタッフが止めますよこんなの。投げます。パン。いやちょっと待って、何枚送ってきてんの。ラジオネーム三平、空耳あーわー。こういうコーナーじゃないですからね、はい、たまたまですからね。はい、はい、来ました、魔法使いサリーのオープニングテーマですね。あ、この投稿者先週と同じ人ですね。タモリ、赤塚不二夫じゃないだろうね。いや、そうだったら面白いんですけどね。とりあえず聞いてみましょう。アワビに松茸突っ込んでエロい遊びをしたいけど、高い高いアワビ松茸高い。タモリ、まあ面白かないよね。言いそうならないけど。言いそうだけど。ラジオネームカンパチ太郎 FM 岡山、空耳アワーのコーナー、バカとブスこそ東大に行け。これが僕にはこう聞こえます。単焦方形なのにチンチンでけえ。全然です。そういうコーナーじゃない。いろいろ待ってますよ。いろいろまだもう自由にやっていただきたいなと思っております。以上、タモリクラブカッコカリでした。Stay night dreamer live on air。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーム、そろそろお別れの時間、関さんと松崎さんもアシスタント1ヶ月お疲れ様、ありがとうございました、ということで終わりが近づいてまいりました。ちょっと CBC のラジオね、いつから、春からですか。そうですね、4月の1日ぐらいから。はい、アルコ&ピースといい、タイムマシン3号といい、はい、ラジオやりすぎじゃないですか。ラジオ3本、 3本ですね。はい、このアシスタントもいると4本、アルコはどれくらいやってるから、 4,5 本やってるのかな。まあ2人バラバラでやったりもしてますから、そうだね、うん、はい、あとは向井か。そうです。お前らそんなラジオあるんだったら、はい、1本ぐらいさ、はい、ガリガリガリクソンに分けてやってる。いや、そういうもんじゃない。そういうもんじゃないですから。
ケルン社ってガリクソンはちょっと本当にいい加減してくれよ本当によ、まあ、会社も絡んでますからそれ頼むよ、うん、そんな独り占めするなよ独り占めというかそうですねありがたいですけどガリガリガリクソンさんも呼んであげてくださいね今まであんまり話してない、ね、芸人さんということ趣旨には合ってる、はい、あまあそうですねえ辻君が大きくうなずいてるそっちで処理してくる押し付けのうなずきじゃないですか TBC で処理してくるあっち行けあっち行けのあっち行けあっち行けって言うなよ貧乏神みたいなCBC の、芸人さんと深いね、はい芸論を語ったりとかするトーク番組、まあね、どうなることやな1回目のゲストはマシンガンズそうですねラジオネーム黙るもぐら FM 栃木関さんはい松崎さん、はい、嫌いなアトラクションなんですか嫌いではないんですけど嫌いなのはエランドのっていうことですか、まあはい、そうですねちょっと僕はスペースマウンテンが怖いっていうのはあります、ね、俺めっちゃ好きですよ、だからその返す方でそんなずるいよいやずるいんだよ苦手なの聞かれてるんですもんちゃんと答えたらそんなことになります合気道みたいな感じで全部好感度の愛機でそのあれさばっかり好感度上がる好感度なんて狙ってないですディズニーランドなんてみんなが好きなんですから好きだって言ったっていや、まああそうなんだ普通だよって言われて、まあ、嫌いっていう人の方が少ないんだからだって苦手なの聞いてくるんですよ嫌いとは言ってないですよねそうですよ苦手だっていう俺はね大好きいやだからいや好きというかまあまあそうですけど、うんはい、ラジオネームさまよう風犬む FM 宮崎松崎さんレーシックがおすすめです10年以上前にやりましたけど視力は 1.0 を未だに超えてます、うん、手術中レーザー照射で焦げ臭いのは嫌ですけどもレーシックなでもそこをするほどでもないなっていう感じなんですよね日常生活で裸眼で別にあれはないの で、うん、なんでおしゃれでかけてるだけだもんねいやなんか視力は悪いは悪いんですよおしゃれでどう入ってるんですこれこのメガネメガネ外してな、はい、歯向いて俺を見るんだそんなに俺歯向いてます毎回先輩に歯向くなって向くなよお前野良犬じゃないんだからもうなんでよというわけでお相手は知るタイムマシン3号関と松崎勝利でしたまた来週お会いしましょうさよなら